おはようございます。2016年4月7日木曜日6時5分になりました。ということで、今日はなんかすごい雨になりそうな天気予報で、日本列島こう北から南まで、なんかものすごい雨雲が駆け抜けていくような、そんな天気予報になっておりますんで、ぜひですね、気をつけてくださいって言われてもね、あれですけども、ただ傘とかじゃちょっと吹き飛びそうな感じなんで、レインコートとかそういう形で折りたたみ傘とかね、多分風強いとぐしゃってなっちゃうんで、その辺はちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと。でまたコンビニなんかで売ってビニール傘ですね、あれはすぐ壊れて、でもってあっちゃこっちゃにゴミになって捨てられていくとですね、非常に危ないんで、あれがまた飛んでいって怪我する人とかねいるので、ああいうものを使うときは本当その後の処分の仕方というか、持って帰るならちゃんと持って帰るようにしないとですね、本当危ないですよね。はい、さて、今日はですね、産経ビズから三菱東京 UFJ 独自仮想コイン実証、管理コスト削減もということで、要は仮想通貨ですねの技術、特に今んとこファイナンシャルテクノロジー、フィンテックで注目されているブロックチェーンを利用して、三菱東京 UFJ がですね、独自仮想コイン通貨というといろいろ問題があるので、銀行は仮想コインを使ってですね、今実証実験をしているということが明らかになりました。で、これを使うことによってですね、ビットコインなんかでもずっと言われてきてるわけですけれども、の手数料をかなり安くできると。結局ね、何が違うかっていうと、今の銀行のシステムはですね、中央にそのサーバーがいてですね、でそいつが全部をこう管理してるわけですね。で、ATM とか行ってお金をこう引き出したりとか、あるいはどっかに振り込みをしたりとかすると、すべて中央にあるサーバーのところにデータがいてですね、そこでこう、こっちの口座からこっちの口座にとかって言って、データがこう移動するわけですね。データが移動するというか、要は書き換えるわけですね。なので一箇所でこう集中してやると。でそこにですね、どん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 取引が増えれば増えるほどサーバーの負荷が増えてくるんで、サーバーをこう、高性能なやつに置き換えていくとか、あるいは何かあった時のために二重三重でこうね、システムをどんどん強化していかないといけない。だから取引が増えれば増えるほどですね、そこのサーバーの管理コストがどんどん上がっていって、で投資コストも上がるし、そうすると結果的に手数料にそれが全部返ってくると。で、銀行が儲かってればねいいんですけども、今のようにマイナス金利とかになってくると銀行もなかなか大変なんで、手数料を上げざるを得なくなってきたりとかするわけですね。でその辺をどうするのかっていうことで、そのビットコインで使われているブロックチェーンなんかの技術がすごく注目されていると。でブロックチェーンは何をしているかというとですね、要は、こういうそのなぜ中央で全部管理しているかっていうと、その何かあった時に誰がいくら送ったかとか、いくら持ってるかっていうデータを保証するためになんですね。その改ざんされたりとか、あるいはその送金したのかしてないのかがよくわからなくなるとトラブルになるんで、それを一箇所全部きっちり管理してるわけですけれども、逆にブロックチェーンはそれをですね、全てこう利用者の端末とかに全部コピーを作ってしまうと。要はデジタルならではのやり方なんですけども、要は A さんから B さんに100円送りました
ていう情報をですね、利用者全員にそのデータを送るんですね。そうするとみんながそれを見てるということによって、まあ、その担保しようと、そのデータが正確だっていうのを担保しようという考え方なんですね。なので取引の履歴をみんなが見れるっていう、要はみんなの手元にコピーがあるので、もし誰かが一箇所書き換えたって、いやいやいや、それお前んとこしか、A さんから B さんに50円送金したってなってるのはお前んとこだけから、それは明らかにそのデータおかしいやろっていうことで、その、まあ、要は賛成多数でね、進めていくというのがこのブロックチェーンの基本的な考え方です。だからこそその、手数料とかね、そういうものをどんどん激減できる、中央にそういうサーバーみたいなものが存在しないので、非常にいいコストを削減できると、ね、利用者が増えても増えた分だけ別にその何かが多くなるというわけではないので、その分が削減できるというのは あるんですけども、ただ一方でね、これじゃあ欠点はないのかっていうと、そういうわけでもなくって、ユーザーがこれまたどん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 爆発的に増えてきたときに、ね、そのビットコインなんかもそうなんですけども、数万人とかの単位だったらいいですけれども、その数億人、数十億人とかなってきたときに、じゃあどうなんのと、数億人というか、まあ、アカウントを一人でどれだけ持つかっていう問題もあるんですけども、そこら辺のところが増えてきたときに、ネットワーク上のトラフィックがものすごく増えてくるんですね。で、それと個人個人の持ってるその機械の性能とか、コンピューターですね、の性能とか、あるいはその持ってない人と持ってる人をどうやってそのつないでいくのかとか、でそれから あとはその、増えてきたときに、その、ね、さっき言ったように手元に全部コピーを送っていくんで、それの遅延の問題がやっぱりどうしてもあるんですね。そうするとどれだけそのリアルタイム性を保てるのかと、ね、ATM とか行って今ってその金額をしてすぐにこうお金出てきますよね。あれを例えば1分かかりますとか3分かかりますって言ったときに、ユーザーは待てるのかっていうね、そういったことがどうするのかっていうのが、そのあたりがすごくこれ今後問題になってくる可能性があります。だからそのあたりをどういうふうに解決するのか、これからのいろんなまあ技術が出てきてるんで、そこら辺は解決できるとは思うんですけども、ただまあそのネットワークに頼り切ってる分、ネットワーク上のトラブルとかなんかあった時にはもうどうにもならなくなるということがあるので、そのあたりをこれからどう解決するのか、でバックアップっていうのをどういうふうに考えるのかとかね、まあいろんな課題はあるんですけども、まあただこの方向は一つその手数料というか管理コストをね大きく下げていくという意味では一つ面白いことなのかなと。でまた今のところこの、三菱東京 UFJ が独自の仮想コインを使うっていうことを考えてるんですけども、これがそれぞれの銀行がそういうものを使い始めた時に、また今度逆にねバラバラになってって、ユーザーとしては利便性が悪い、じゃあ共通のコイン作ろうかっていうと、絶対こう金融庁あたりが反対するわけですね。なぜかっていうと、その銀行同士で使える共通に使えるコインみたいなの作ってくると、それってもうお金と変わらないわけですね。普通の通貨と何が違うのっていうことになって、そうすると金融庁あたりが金融庁とか財務省とかが何のコントロールもできなくなる可能性がある。民間企業が勝手にこう通貨を持ってですね、経済を動かすことができるようになってくるっていうのがあると、それはそれで、いろんな面倒なことになってくるね。だからそのあたりをどうするのかってな、これからの今度は法律的な面でのいろんな課題が出てくるんじゃないかなというふうに思います。さて、そんなところで、6時も14分になりました。最初にも言いましたけども、今日すごく雨が強くなるので、本当ね注意してください。あ、それから今日は木曜日なんで、いつも毎週水曜日に週刊 IT トレンド X を配信してるんですけども、ですね、XNEC さんの山崎さんの方、いつも対談してる
対談というか、MC を務めていただいている山崎さんの方がですね、から、ちょっといろいろバタバタと忙しくてですね、なんか配信が間に合わなかったそうで、今日の配信になる予定ですので、なんや、水曜日やったのに配信されてないぞと言わずにですね、ぜひ今夜配信されるかと思いますので、今夜というか、まあ、今日昼頃わかんないですけど、まあ今日中には配信されると思いますので、そちらの方もまた聞いてみてください。前回のね、人工無知のケンちゃんが果たしてどうなるのか、その辺もお楽しみ、なんのこっちゃ。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。